計量後に食べるお弁当を作ってました。豆腐ピーとブロッコリーとかサバ缶が入ったやつ、チーズも入ってるね。これがプロテインパンケーキで、こちらがですね、ちょっとね、間違えちゃったんですよね。水を入れなきゃいけないのにアーモンド効果入れちゃって、プロテインパンケーキを作る容量で入れちゃって間違えたから、こっちは甘いバージョンにしました。これオートミールです。オートミールとちょっとバナナとカカオチョコレート3枚、そしてココアを、ココアパウダーを混ぜました。はい、でここはこれはプログラノーラですね。これは 1.5 食分です。お、なんだこれ、あ、これね。で、ナッツですね、これは 50g かな、400キロカロリーぐらいです。全部で2000キロカロリーぐらいです。これ今ね、朝はねほぼ抜くような状態になってるわけですから、昼過ぎに食べるものこれぐらいですね。はい、カロリーの収支を合わせる感じでこういう風にしていますと。ちなみにごめんなさい、これはチンしてね、ラップかけてチンして、このお弁当箱、保温材ですよに入れてね、保冷剤、保温剤かに入れてね、持っていくようです。よいしょ、はい、とりあえず7キロ走ってきました。これ丸首、昔に買ったねユニクロの中で S だからめちゃくちゃちっちゃいの結構汗かいたぞ。多分1キロぐらい落ちてるかな、この感じだったら。下のね、もも引きを履いてればよかったんだけど忘れちゃった。はあ、で今なんでここで撮ってるのかって言ったら、ストレッチをねいつも5分外でやるんですけど、ここの方がねいいんですよ。寒いからね、外ね、汗出なくなっちゃうから、今はもう水出したいからねっていう感じです。10分です。あとはねお風呂で出すと2キロぐらいかな多分ね。ちょっとこれ終わったら見てみたいと思います。はい、はい、今回の1回目の水抜きです。お風呂、これね、いつもよりねきつくない感じがなんとなくしたかな。なんかやっぱりうまく調整できているっていうところがあったんで、そんなにじゃなかったね。うん、まあ普通にねこういう風にマッサージとかね、してる余裕も生まれてるぐらいですしね、これは比較的楽目でした。はい、20分です。2回目はね、少しきつくなってきましたね。やっぱ水分が少しずつ抜けると、きつくなるのがその分上がるという感じですね。ちょっとね、うん、はい極まってきた感ありますね。はい、まだここら辺だったらまだね大丈夫だっていう感じはあるんですけど、うん、まあ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 、この時間が一番だるいですね。でもね、抜いてる時間が。はい、3回目です。暑い。3回目10分。どんどんきつくなってますね。あともうちょい黙ったの、これは。そのギア違うな、これもういても立ってもいられないというか、ムズムズする感じというか、ね、水抜きって一番だるいですからね。3回目終わり。いや、3回目が一番きつい、やっぱり。今どんぐらいになってんだろうな、500ぐらい減ったかな。今体重計まだ乗ってないんですけど、もう出たばっかだったら体重計乗ってらんない。1回目は乗ってられたけど、ふぅ。はい、残り計量まであと2時間です。ここからですね、新宿まで行くという感じなんですけど、車で出るんで1時間から1時間半ぐらいなんですよ。だから多分ね、普通にいい感じで間に合うと思います。で、これです。これゾフで買ったやつです。はい、とあとこれ前にね、計量の時にね、ジャケット着なきゃいけないやつって途中でユニクロで買ったやつ。これ安いからペラペラなんですけど、見た目としては大丈夫かな。もうこれしかないんでこれで行くんですけど、下側としかもジーパンです。穴開きのジーパンなんですけど大丈夫ですかね。穴開きつか元から穴が開いてるやつですけど、はい、まあまあこんな感じでいきたいと思います。あとね、サングラス、買ったサングラスをつけてという感じです。
はい、残り 100g オーバーなんで、はい、もうあっちに行くまでには全然楽勝で落ちるかなというところです。ということで行ってまいります。お弁当もね作ったからね、これ覚えてますか、カルディのやつを使います。はい、ということで行ってきます。58.0 キロお願いします。はい、お願いいたします。上がって確認します。57.95 OK です。ありがとうございます。57.80 OK です。はい、じゃあ両者、向かい合ってください。もう前で、はい、いやいやいや、今日挟んで、はい、このくらいでいいですね、はい、で、前を向きましょう、はい、前を向きましょう、はい、こちら、はい、皆さん面白い、うん、優しい、優しい、うん、こちら作ったオートミールです。甘い系のオートミール初めて。というかこれ水分を先にまず本当は飲む感じだったんですけど、この時ねなんか食欲が先に立っちゃったんですよね。なんかよくわかんないけど水分欲が本当はね弱気されるはずなんですけど、今回は食欲が先でした。これなんか飲みたくて飲んだみたいな。この子、リュウセイ君、トライハードジム、ノップに教えてもらってる子です。ヒロヤ君とタイカ君のジム。とりあえず水はこんな感じで、水分よく欲しないのがね、なんかすごく欲してたわけじゃないのがびっくりした。食欲の方がすごい勝ってますもん。すごいでしょ、これ、このオートミール。ね、めちゃめちゃ見た目悪いけど、何気にめっちゃうまかった。多分これ紹介するかもしれない、今度。めちゃくちゃ美味しかった。ぬるめでもまあまあ美味しかったんですよね、これすごいですよね。うん、水これ1本目の感じですね。はい、一応3本持ってったんですけど、もっと飲むかなと思ったんですけどね、ガンガンと。そんなに消費量が少なかったですね。タクロン、オッケー？オッケー。水美味しい？甘い？甘いまぁ。何それ？これタイの家食べてみる。何これ？豚うん、ね、あ1個ちっちゃいの。本当？美味しいよ。揚げたやつこれ。うん。あ、美味しい。あ、辛くないね。うん、辛くない。名前は？ムートワ。ムートワ。うん。あ、マイブレ、マイブレ、ありがとう、ありがとう。食べます。D。な。うん。うん、何キロ？ウェイ、何キロ？65。うーん、あー、65か。何キロ減量？うん、4キロ、4キロ、あー、じゃあ大丈夫で、マイペンだな。おじいさんがたくさん大きいのだね。一応一緒ね、せんせん。次食べるのはプロテインパンケーキバナナ入り。これは美味しいはずなんですけど微妙だった。あんま美味しくねえとか思っちゃった。これなんで美味しくないのかって言ったら、これ冷えてたからだ。あったかい時に食べるのがうまいんだなって、これをしみじみ感じましたね。プロテインパンケーキはあったかい時に食べる。はい、第5試合キーリ選手、峰山選手、第6試合シーラー選手、クロスポイント騎士場にクリアしようです。明日は自分らしい、試合をして、まあ、打ち合うだったら、打ち合うし、蹴り合うんだったら蹴り合うし、蹴り合うんだったらしっかり蹴り合うんで、明日は、まばたきしないでしっかり見てください。1ラウンドで終わると思います。はい、ありがとうございます。それでは、俊太選手お願いします。はい、今言ってくれたように、まあ、バチバチで打ち合う感じになると思うんですけど、2ラウンドって言ってなかったっけ？
あのコロコロ言うことがあんまりそこら辺は気にしないですか。1ラウンドでちょっと倒さない。まあこれはちょっと本当にクリア君の、強みがあるところはやっぱり最初のラウンドだと思うんですが、本当に気をつけてやりたいなと思います。まあその上でね、しっかり3、4、5ですね、自分はやっぱり後半ラウンドなんで、はい、1、2をかいくぐりながらやっていこうかなと思ってます。1、2でやる可能性もあるんですけど、はい、まあどんな感じになっていくのかわかんないんですけど、ぜひ楽しみにしてください。お願いします。はい、ありがとうございます。この試合ですね、かなり、注目されてる、対決となっております。ちょっと食べてみて。やります、うん、はい、やりますってなんか挑戦する的な感じだ。マジで答えてみて。美味しいか美味しくないか。美味しい、まずい、メダカの餌みたいな。え、どういうことどういうこと。いや、なんか、うん、まずくはないんですけど、うん、なんかパサパサしてて、うん、あんま味ないみたいな。あー、そういうことね。美味しくはない。美味しさ、じゃあでもまずくはないです。1がまずいで、美味しいが10だとしたらどんぐらい。半分。半分、5。あ、ありがとう。味に感じですよ。うん、あー、ってことね。言うとは分かんないです。うん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 、オッケーオッケーオッケー、それはちょっと聞きたかった。ありがとう、リュウセイ君でした。